というようにですね、ハンドタップでタッピングするのって結構難しいんですよ。なんかね、まっすぐ行かなくてちょっと斜めになっちゃって、こうすごいネジがねガタガタになったりするんで、今回はタップをより簡単にするためにタッピングマシンを作ってみたいと思います。はい、というわけでドリルチャックとリニアブッシュを用意しました。このねドリルチャックなんですけど、あえてキーレスではなくキーありのタイプを選んでいます。まあ理由としてはもうタップをしっかり固定したいからって、まあそれだけなんですけど、でまあこのドリルチャックのもう一つの特徴が後ろですね。この後ろが普通のドリルチャックだとジャコブステーパーになっててちょっと設計しづらかったりするんですけど、これも最初からね M10 のネジが切ってあるんで非常に設計しやすいですね。これめっちゃおすすめです。でこちらがリニアブッシュと呼ばれるもので、今回の企画のために初めて購入しました。パッと見はねなんか細長いベアリングかなって思うんですけど、ベアリングは回転方向の運動を滑らかにしてくれるものに対して、こちらのリニアブッシュは直線運動を滑らかにしてくれます。なんか説明ではリニアシャフトが続く限り無限直線運動が可能になるとか、なんかそんな感じのことが書いてありました。とりあえず OSG さんの型削りカッターで平面を削っていきます。ちなみに材料は A2017 ですね。まあ、なんで平面削るかっていうと、ミスミさんで材料買ったんですけど、6F 指定とか 4F 指定とかねするの忘れてて、ただののこ面で来ちゃったんでね、結構面が荒れてて、それをまず一旦このアルミ用のチップがついたカッターで綺麗にしていきます。で次はさっき削った面をバイスで挟んで穴開けとか形状の加工をしていきます。この工具はトータイムさんからご提供いただいたアルミ用エンドミルで Z-5mm までヘリカルで加工してから繰り広げ加工を行っています。結構突き出しも長くて粗めに削っているんですけど、ビビったりすることなく非常に軽快な切り子が出ています。下穴もね当然なしなので結構ね工具に負荷かかってると思うんですけど、パラパラとしたいい切り子が出て、非常になんか、気持ちよく削れました。最終的に Z-35mm まで削って穴を貫通させています。反対側は単純なヘリカル穴開けで穴を貫通させました。まあ、結構ね切り子は詰まりそうだったんで途中エアで拭きながら加工しました。これは今リニアブッシュが入るところの仕上げをしています。まあ、仕上げも全部ヘリカルで加工しました。こっち側にはベアリングが入ります。まあ、円弧切削で仕上げると機械の精度がそのまま新エンドの精度になるんで、まあ、本当はボーリングバーとかで仕上げるのがいいんですけど、まあ、そこまでねこの機械悪くなかったんで今回は円弧切削で仕上げてみました。でこっちがリニアブッシュ側なんですけど、まあ、多少ね型付きもあるんですけど、まあまあそこまで悪くないかなと思ったんで、まあ、今回作るも大したもんじゃないんでね、今回はこれでいこうかなと思います。はい、次は同じエンドミルを使って形状の加工を行っています。これ完全に僕のミスなんですけど、本来であれば穴を仕上げる前に形状の加工をしないといけなかったですね。まあ、理由は穴が歪むからなんですけど、まあ、機械加工では精度のいるところっていうのは一番最後に加工するのが一般的です。表面が仕上がったので一度取り外して裏側のベアリング穴を仕上げていきます。まあ、特に意味もないんですけどスローモーションで、なんか幻想的に撮ってみました。なんかね音楽と相まってちょっとエモい感じに、なっているのではないでしょうか。はい、次は岩田ツールさんから以前ご提供いただいたトグロンシャープ SP という面取り工具を使っていきます。まあ、今回もちょっとしか使ってないので耐久性という意味ではちょっとわからないんですけど、今まで使ってきた面取り工具の中では間違いなく一番切れ味がいいと思います。
はい、というわけでですね、素晴らしい機械と素晴らしい工具のおかげでめちゃくちゃ綺麗に仕上がりました。で、まあ、当初ね予定にはなかったんですけど、まあ、せっかく綺麗にできたんで、またアルマイトしていきたいと思います。まずは剥離液につけて表面についている酸化皮膜などを取り除きます。で、なんでかよくわかんないですけど泡がめっちゃ出てきてすっごい黒くなります。その後は一旦水で洗って、今度は気流酸の中につけます。で、気流酸の中につけたら電極をそれぞれプラスマイナスつけて直流電源のスイッチを入れて数十分待ちます。これがアルマイト処理ですね。アルマイトにはとても時間がかかるので、お湯を沸かしてコーヒーを飲みたいと思います。僕はコーヒーにはうるさいので、いつもブレンディーのカフェオレを飲みます。で、一杯は飲まないので半分だけ入れて半分は取っておきます。これは単純になんかもったいないからです。貧乏症です。一応画面の左下にアルマイトしている様子の映像を置いておきます。30分ぐらい経ったので電極を外して気流酸から引き上げます。で、また一度水洗いして、次は染色液につけていきます。今回もオレンジ色にしてみたいと思います。20分ほど経ったので引き上げます。やっぱり2017は色が入りやすくていいですね。6061はなんか色が入りにくい印象です。で、また水洗いして、次は風光処理を行っていきます。まあ、この色を定着させるというか、安定させるみたいな感じですね。お鍋でグツグツ煮込んでいきます。数十分しっかり煮込んだので、今回も綺麗にアルマイトすることができました。色落ちなども特にないですね。で、ここの電極の部分っていうのは通電しているところなので、アルマイトの色がつきません。なんか今回すごい黒っぽくなってますけど、まあ特に見えるところではないので全然大丈夫です。というわけで、こちらのスナップメーカー 2.0A350 のレーザーモジュールを使って、このアルマイトした製品にレーザーマーキングしてみましたけど、めっちゃいいですねこれ。初めてこう製品にレーザーマーキング使いましたけど、これはねいいと思います。なんか付加価値がつくというかね、なんか質感がなんかワンランク上がったみたいな気がするんで、非常に、いいと思います。段取りもねめちゃくちゃ簡単なんで、なんかこう切削みたいにこう保持力をね、しっかりしないといけないとかないんで、もっとこれから使っていきたいなと思いました。全然ね使ってなくて 3D プリンターばっかりやってたんですけど、ちょっともうちょっとねこれからも使ってあげたいなと思いました。で、今回の動画は、以上になります。タッピングマシン作るとか言って、一部品しかねできてないんですけど、切削やってアルマイトやって刻印やったら結構なんかすごいねボリュームが増えちゃったんで、一旦これで前編として、後編で、その他のねシャフトとか、なんか、シャフトぐらいかな、シャフトとかね、まあ、組み立てとか、そこら辺のやつを全部後半でやって、ちょっと締めたいなと思います。タッピングマシーン、第2弾も、ぜひお楽しみにしていただけたと、して思います。はい、というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter とか Instagram とか、なんかサブチャンネルの方とかもいろいろやってますので、ぜひ概要欄から見てみてください。
あとですね、こいつの切削 CNC 切削モードをねまだご紹介してないんですけど、一応コレットとか買ったり工具買ったりとかして準備はねしてるんで、そのうちやろうと思います。ご視聴ありがとうございました。